うららかな日差しに咲く桜の花、春よ早く来てくれ。血を抜け！発射やめろ！エリアージング！Oh!
お待ちを。見つかります。待たせてしまったな。猛虎は筒の北にある四つ辻で通る者を捕まえてます。街道を掌握して捕まえた者を奴隷にしているのだな。どうにかして止めなくては。そうだな、今はその辻を避けておけ。ここへ。誰が相手だ。よし。
立てろ、影。巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂、弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を。そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。
Wedge, Wish Wedge. Team Baha. Ой, өнөө гэгч хардаа.物まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。猛虎があやつに約束したのは権力、富、地位、そこでは得られぬものだ。己の執事を疎んじておったということか。優しさは身を滅ぼすぞ。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。し、うん、敵衆
蛇の住処もあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。お探しのものがあるといいんですがね。殺しの祭だ。気づくのが遅すぎたがな。役に立ちますよ。お達者で、お侍様。立ちを抜け。発射役長、言わさっただ。余が本人や、あいつの。石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博典に撃たれた者のこと。黙れ。長尾博典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。
弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、いい子だ。こっちだ、影。いつか穏やかな旅に出ようか。どなたか、お助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。やつは重則の試練一戦について教えろとわめいていました。
答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った。女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ。お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。いや、蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。え、
zum der Havas nicht dürfen. Nur das Samurai namens Hoi. 70 Bild. Ha! あの姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった？試合場だ。これを探しておったか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
剣。駒田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。小賀はここの葉を集めたのか。あれか、
白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。Huh.